コーディネートで、これも茶色いや、これなんかお菓子も買えるこれ全部茶色い茶色い、全部茶色い、ね、全部茶色いこれを普通に洋服屋さんとか行って、なんかこういうのなんか雑誌とかで見るじゃないですか、雑誌結構好きなんで見て、あ、これかっこいいなとか、かっこいいなとか、これ似合ってんのかなとか不安でちょっとあれですけど、まあ、なんかね、高校生に憧れて、雑誌に出てきそうな感じがする、若い子に憧れてもらえるようにね、服装とかもね、もともと飯島さんに憧れたんですよね、最初のレッションが出るように外国人のいないバンドになります。そうですね、はい、今回はもう日本人の得点最上位。ああ、そうなんですか。ありがたいと思います。ああ、はい、ちょっと明日強敵なんですよ、アートバさんとミトさんで。最近あの結構まくりでね、ああ、はい、逃げても強いんやけど結構まくりで。ああ、そうですね、ね、はい、なんかそういう展開になっちゃう展開でとこもありますね。別に構えてるわけじゃなくて、ね、はい、逃げようとはしてるんですけど、うん、結構そういう形になっちゃうんですよ、はい、全プロでいい結果出して、そうですね、自分スプリント優勝は嬉しかったですね。やばいですね、競輪ってまあ結構個人競技なとこあるじゃないですか、うん、まあラインとはいえ、うん、なんかああいうチーム競技で優勝できたってのはすごい嬉しかったですね、うん、なんかいつもとは違うこうなんつうか盛り上がるものがあったですね、うん、すごい嬉しかったですね。なんかみんなでちょっとワイワイして、そうですね、まあ、すごい嬉しかったです、ね、また G1 で特選か。そうですね、特選で、それもでかいですね、特選で走れるんでね、権利も取れたんで新の杯ね、はい、まあ、しっかり、まあ、そこに向けていったわけじゃないですけど、はい、まあ、まだまだ先は、まだまあまあしっかり目の前のまずは戦いを、そうですね、しっかり一着取れるように頑張りたいですね。実践の競輪でもその前も全プロ前の和歌山の2日間も結構良かったのかな、はいはい、良かったですね、3日間、まあ良かったですね、はい、その前の千葉も結構良くて、まあ、ずっとこう調子もだんだん上がってきて、うん、まあ、練習、仲間との練習がいいのかなっていう感じですけど、バック9ってのは自分の中でちょっと少ないですね、うん、もうちょい欲しいですね、15本ぐらい、ちょっとインパクト的に、そうですね、9で少ないですね、ちょっと、うん、あれみたいな、まあ、回す、ね、取れない展開値なので、ね、そうですね、なんか取ろうとはしてるんですけど、うん、まあ、なかなかそんな簡単にはいかないっていうのは、はい、結構ですね、まあ、頑張りました。マクリが結構あれば、そういう展開になったとしても、そんな焦らんと、結果があるんじゃないかね。そう、本当はもうちょっと焦った方がいいんですけど、好きすぎて。